アナハイムに戻り本拠地で迎えたブルージェイズとのホーム開幕戦。エンゼルスは4対3で逆転負けを喫してしまいました。初回にトラウト選手が先制のツーランホームランを放つと、ベンチで被せられたのが昨年まで使っていたカウボーイハットではなく日本の兜でした。なんと大谷選手が選んだのだそうで、現地でも紹介されていました。That helmet that was put on Mike Trout's head after he hit that home run. Making its debut, yeah, it's a samurai warrior helmet. I'm told that Shohei actually was the one that picked it out. Now, the reason it didn't make it on the first road trip of the season was, well, they weren't really sure how they were going to be able to pack it, but now they're certainly going to have to figure out how to get its own VIP luggage for sure. It was a hit down here before the game. I think Tim Buss should just wear it on the plane. この兜はカウボーイハットのパフォーマンスを発案したクオリティコントロールコーチのティム・バス氏が同じく発案し、大谷選手の承認を得て水原一平通訳が発注をかけたそうです。製造元は鹿児島にある甲冑工房丸武産業という会社だそうです。トラウト選手はかぶった感想を聞かれて、なかなか重いと思う、イケてるねと答えたそうです。大谷選手は奥州市出身で源義経ゆかりの地ということもあり、義経の兜だったりするのでしょうか。こちらが丸武産業のウェブサイトにある義経の兜ですが、とても似ていますね。重いというのが少し気になりますが、大谷選手が被る姿を早く見たいですね。